かしげる浜松半で50、3号車来広木伊勢崎半で50、4号車人気になっています。5秒を切りました。34期横田翔輝デビュー戦第2レーススタートしました。ハンデゼロから1番横田が好スタートを切りました。そして 50m ラインではありますが、インコースから2番の戸塚茂、さらには3番新井宏樹と枠なりスタート。 60m からは4番白杉を置き去りしまして、5番の稲原が先手を取っています。1周3コーナーでは一発で2番の戸塚を差し切った3番の新井宏樹、新井が2番手に上がっています。さあ逃げる1番の横田翔輝デビュー戦、さあこの位置を守れるかどうか。レースは2周目に入っています。2番手は3番新井宏樹、3番手2番戸塚茂、4番手5番稲原、さらには白杉吉高、木村恭平と続いています。松崎陽介は1台さばいて今7番手、最後方が伊藤昌司、おっと流れている、ややコースをロスした感じ。1番横田、これをかわして3番の新井宏樹、新井が先頭へと上がっていきました。2番手に交代横田、さらには3番手4番手あたりまで交代。さあ内を狙った5番の稲原、まだ入りきれない。2番手は2番戸塚茂、3番手5番の稲原良太郎の体勢、外には4番白杉がつけています。思想1番の系の松崎も着々と追い込んできています。最後方に無念交代1番横田翔輝、さあ2番手争いが殺到、2番の戸塚茂、内をついた5番の稲原良太郎、外から4番の白杉吉高、さらには内側で我慢する競争は松崎陽介であります。残りは2周回、先頭新井宏樹を追い上げる体勢を5番の稲原、あるいは8番の松崎陽介がさあ作ろうかというところ。残りは1周半、インコースからバイクを伸ばして松崎陽介2番手に上がっていく。さらには4番手争いは伊藤昌司と木村恭平の大競りになっています。残り1周ブルーフラッグ、さあ先頭2番手追いついてくるか松崎陽介、トップは3番新井宏樹でありますが、3秒33のパワーで松崎が迫る、内を締めている新井宏樹、外から松崎、外から松崎、さあまくりを放って最後はまくり切りました。松崎陽介が先頭に上がって今チェッカーフラッグ、2連単83、1840円、2連複3と8の組み合わせ、1130円、3連単が835、18810円、3連複。2号車、梅坪隆夫、3陽半で50、3号車、岩永清文、3陽半で50。10秒を切ります。スタートまで5秒前です。3秒前、石川哲也デビュー戦第3レーススタートしました。いいスタートを切りました、ね、1番の石川哲也、そして後ろの方からは4番の水崎翔司が3番の岩永を叩いていきました。1番の石川哲也がまずは主導権を握ります。2番手には2番の梅坪、そして後ろの方でありますが7番の渋沢健二が早めにインコース突っ込もうとしている。6番の青木克実が5番の押田より前でレースをしています。先頭1番の石川哲也、2番手には梅坪がつけています。さあ3番の岩田がやり返すか、いや4番の水崎が抑え込んでいます。その外を攻めるのは6番の青木克実、5番の押田、さらには渋沢健二、内を攻めてくるのは8番佐藤雄二であります。1番の石川哲也の逃げであります。リードは4車身ぐらい、2番手からじわりと宇根坪が接近、残りは4周回。さあ宇根坪が近いところまで来ている、耐えることができるか、しのぐことができるか、初陣飾るか。1番の石川哲也逃げている、2番手2番の宇根坪、そして3番手は4番水崎昌司、さらには3番岩田がついています。その直後に佐藤雄二という体勢です。さあ頑張りどころ、レーサー中盤戦、2番の宇根坪が来る、宇根坪が来る、ここで宇根坪が1番の石川哲也を捉えて先頭に立っています。3番手岩田が内を攻めるのは8番の佐藤雄二、佐藤がさらなる前進になりました。4番手に交代した岩田が、さらには7番の渋沢が続いています。残り2周回、デビュー戦の石川をさばいてくる佐藤雄二、先頭2番の宇根坪、まだまだリードがあります。2番手は8番佐藤雄二、残り1周半で届くかどうか。3番手には3番岩田が、さらには渋沢健二も来ている。渋沢健二が岩田がまくり切りました。しかし首位攻防戦はもう前の2人であります。先頭は2番の宇根坪、2番手から佐藤雄二、さあ首位攻防戦、先頭を睨んでいるのは佐藤雄二、前輪が内を一旦抜きかけたんですが、宇根坪が内を締めている。佐藤雄二2番手の位置から4コーナーを立ち上がって迫るんですが、2番の宇根坪、宇根坪の先頭佐藤雄二、迫ってくるも2番手か。 E8 2020円、2連複2と8の組み合わせ630円、3連単が287,5460円、3連複2と7と8の
ハンデ0、2号車塚本浩二川口ハンデ50、3号車石川武彦伊勢崎ハンデ50、4号デビュー戦を迎えます。スタートまで5秒前です。3秒前、野本義明デビュー戦第4レーススタートしました。1番野本、いいスタートを切りました。そして 50m 半では塚本、石川、枠内、さらには60戦も矢野、片岡と枠内発進です。最終半からは8番の谷津刑事が外から先頭を取っています。まず序盤の周回は縦に長い展開になっています。これぞロングハンデ戦。先頭1番の野本義明、野本が序盤、さあほとんど1周回は差を詰められておりません。レーサー2周目に入っています。2番手塚本、3番手に石川、4番手には矢野正隆がついています。矢野がこの3コーナーでは3番の石川を捉えました。3番手に上がってきています。先頭1番野本義明、逃げのペースは上々であります。若干先頭2番手の距離は縮まった。2番の塚本浩二が2番手の位置、3番手が4番の矢野正隆、さらには3番石川が続いています。中段5番手には片岡源治、さらに6番落合潤、後方7番手が谷津刑事、鈴木壮太が最後尾からまずは1台さばいてきた4コーナーであります。おっと1番の野本に一気に下がってしまった。さあ2番の塚本が捉えにかかっている。1番の野本はデビュー戦飾れないか、ほろ苦いデビュー戦になった。先頭2番の塚本浩二、2番手4番の矢野が、さあ次々に先輩レーサーが野本を捉えにかかっている。3番手1番野本義明、さらには3番石川が続いて残りは2周回。後方からは思想3秒33の鈴木壮太も追い込んできています。2台まとめて3番手に上がりました。残りは1周半、さあトップ争い。4番の矢野正隆が2番塚本を捕まえていきました。4番の矢野が先頭に立っています。さらには3番手から鈴木壮太の終盤戦の猛追にも注目。ブルーフラッグを通過、ラスト1周回、先頭4番の矢野正隆であります。2番手2番の塚本浩二、鈴木壮太がどこまで迫ることができるか。離れて4番手が谷津刑事の体勢であります。最後は塚本浩二の直後まで来た鈴木壮太、しかし体勢変わらない。4番の矢野が先頭でフィニッシュ。3、42、3万530円、2連複2と4の組み合わせ11,360円、三連単が427、77,500円。ありがとうございました。